2本目です。えっと、二本目はちょっと違う話で、えっと、苦しいことがない人って、えー、絶対一人もいないじゃないですかでもなんかこういう風に YouTube でお話をしたり何かこう何 例えばカウンセラーの方とか何かこう人にアドバイスをする側の人たちってされる側からすると「あこの人たちって苦しいことないんだろうな」とか「幸せなんだろうな」「いいことばっかりなのかな」とか「いいな」って思う人たくさんいると思うんですでもそれって全然違います。 もう本当に嫌なこととかもたくさんあるんだけれどもその捉え方がねうまく捉えられるようになっているだけでそしてね私もねそう思っていた時期がありましたあもうこういう人たちってもう本当に全部分かってるからもう本当になんかきついことないんだろうなって思ってたけど前にねあのー、なんかこうアドバイスする人、うん、見えない世界系の人に聞いたんですよちょっとちょっと普通に喋れる人だから。 でも自分自身ってうまくいかないんじゃないんですかみたいなこと聞いてうんだから「そうだよ結構きついでしょ?」って言ったら「そうだよ結構きついよ」って言って <laughs> あのねそういうアドバイスする人たちってきつい自分たちのことは多分ね見えないようになってるんですよ。なんでかっていうとだって自分のことがさ全部見えるようになっちゃったらだって何もう成長できなくなるでしょ とにかく成長っていうのが人生のねその大事なことだから全部こう降りてきて見えるようになっちゃったらその人の成長がなくなっちゃうわけですよだからね人にはアドバイスしていいものが見えるんだけれども自分のは見えないの本当にね自分自身のことってね本当になんかねもう暗中模索みたいな感じの時って結構あるんですよ。私もね もうなんかね最近ちょっとモヤモヤしてて低迷してるっていうのもあるんだけれどもあのー、何夫のおばあちゃんのお家に弘法大使様のお地蔵さんみたいなこんなちっちゃい方がいらっしゃるんですけどその方にねこのちょっと前にお参りに行った時にちゃんと生きろって言われたんですよ。ちゃんと生きろえっ、ー、ち,ちゃんと生きてるつもりなんだけどなとか思ってで。 あとはこの間ねこう上から降ってきたのは「ちゃんとしろ」って言われたちゃんとしろ」私ちゃんと生きてるんだけどない自分の中のつもりではとか思ってそしたらねその上からの,その応答は何かっていうとその見えない世界のことをねこれからちゃんとそのみんなに伝えていかないといけないっていうことは結構前から言われてたんですけどそういうあのセッションの方からね。うーんそっっちち系をちゃんとしろって 上からは言われたんですよでもねなんちょっと上に言ったのでもねやり方わかんないのみたいな感じで上に言ったんだけど本当にそんな感じで私たちみたいななんかカウンセリングの資格持ってたりとかそういう人間ってあん中模索なんですよその模索の中で自分自身で答えをこう素晴らしい答えを探し出してこう上がっていくみたいなだから言えてたりするわけなんですよ。絶対苦しいことを乗り越えてる わけですよだから苦しいことがあった時ってそれを乗り越ええた先に何か見るるものがあるんですよだからねそういう人たちってすっごい幸せそうに見えてキラキラ輝いているような感じがするけど実際はなんか暗中模索な部分もあったり自分自身には何もこうね降ってこなかったりとか結構面白いんですよねそういうところが。うん、だからみんな一緒 うん、みんな一緒でなんか自分自身ね結構人間って自分はできないけどあの人はできる自分はこうだけどあの人はこうみたいなどうしてもたあの隣の芝生が青く見えるみたいな部分が人間の DNA の中には組み込まれているので仕方がないんですけど組み込まれているっていうのは実はこれ話すと長くなるんだけれども。 組み込まされているんですよ。もう人間の dna の中にはだから、それが分かってるんだったら、マイナスな感情が出た時にはそれを自分の意識でこう変えていくしかない。うんで、あマイナスのな,なんか自分をこうね。劣等させるような劣等感を持つような気持ちが出たなって思ったら、それは組み込まれてる感情だから。前世も関係あるけどね。でもあのそれをこう。自分の意識で変えていく。そういうことを訓練するんですよ。とにかく意識の訓練うん。 とにかく自分のマイナス思考それと自分の劣等感この2つっていうのが結構なくなるとあの人生がすごくハッピーになりますでもこの2つを変えるのは自分の意識以外ないで意識が変わると行動が変わるから行動が変わって何か一つでも結果が出るとこの2つがパッと変わっていく。 うん、なので、えー、と私もね今ちょっと模索中であどうやって広げてったらいいのか何せもう機械系苦手でもね今ねそんなこと言ってちゃダメな時代だからちょっと頑張んないといけないのかなとか思ってたりするんですけどとにかく今ねなんかきついなとか思ってたりうまくいかないなって思ってる人がいらっしゃったら意識を変えましょう。その先に ハッピーな感情が待ってるしハッピーな人生の道が待ってますえっと道って地球上にたくさんこっち行ったらあそこにたどり着いてこっちに行ったらあそこにたどり着いてってさ一つの道からたくさん分かれるじゃないですか人生も一緒なんですよそしたらたどり着く先ってハッピーな場所の方がいいじゃないですか幸せな場所でもその幸せな場所って人のせいでもないあのね人のせいじゃないんですよ 自分なんですよ全部自分がもたらしてるの今の現状って。だから今がこうでも未来にこうプラスのものを作り上げたいんだったら今から意識を変えて3つが道が3つあったら自分の意識を高めて高めて高めてポジティブな思考になった時によしこれに行こうっていうこの道を選択するの。だから 自分が今低迷されていて、えっと、すごくマイナスなことばっかり考えがちであったりだたとかすごく疲れているんだったらちょっとなんかこう呼吸を整えたりとか自分の安らぐことをしたりとかそして意識を変えてプラスのことを考えるできればねイメージ療法自分でできる人はしてみられたらいいと思うんですけれどもあのー、うんイメージングっていうんですかね でそしたら結構意識変えられるから、あのー、ぜひぜひイメージ。自分の プラスののイメージってていいうものをあの作り上げて欲しいんです。そして気持ちが軽くなった時ちょっと前向きになった時に選ぶ道っていうのがあなたが幸せになる道私が幸せになる道とりあえずおーい方法教えてくれーっていうことを昨日言ったんですけどまだ答えがね降ってこない多分これ降ってくるかどうか分かんないんですよ自分で探せみたいなねそれか、かなんかある時ふっと、 ひらめきで出てきてくれたりするのかなっていうのを今待ってるんですけど、うん、待ってたら結構来るからですね。多分どっかで信じる、信じるものは救われるってあるでしょ。結構そうなんですよ。信じてたらあのあのねこれもねちょっと話すと長くなるけど、信じてたらその方向に行けるから。ただ、私信じてたのに行けないっていう人いると思うんですけど、潜在意識の本当に心の底から信じてますかっていうことなんですよ。 上,上辺のね健在意識で信じるじゃなくて潜在意識の本当の本当の奥の方の気持ちからそれを確信しているかどうかっていうことが成功するかどうかの一つですとりあえず幸せな道に行くためには自分の意識がコントロールできるようにプラスになるようなことを考えてくださいね捉え方自分の意識を上げるプラスになる方向で考えていくえー、っともううじうじしない 人の悪いいところばかり見ない悪口もできるだけ言わないもう言わないのが一番いいであの嫌なことがあってもそれに焦点を当てないその嫌なことは自分のために起こったことだ何か意味があるプラスに捉えるとにかく何でもプラスに捉えようと思ったら自分の意識でいくらでもプラスに捉えられますということで道はたくさん用意されていますが幸せになる道を選んでください私もそうします。 で、信じるものは救われるのその意味っていうのは、健在意識だけで信じているのではなくて、心の本当に奥深いところから信じているかっていうことがキーポイントです。はい、それでは、えー、っと、自分が。 幸せにになるようにとにかく自分が幸せにならないと周りの人を幸せにする余裕っていうのはないはずなんですだってお金がないのに人にお金を配るのって無理じゃないですかそれと一緒でお金があるから人にお金を与えられる自分が幸せだから幸せのエネルギーも与えられるとにかく持っているものを与えられるんですよということで幸せになりましょう以上です